改めて今日はこのローグ・カイゼル・グリットマンまでの変形合体を徹底紹介します。もう今日はレビューというかもう一緒に遊ぼうこれを見ているあなたとお祭り気分で遊んだ気持ちになってね、えー、行きたいなと思います。すでに持っている方も持ってない方も一緒に楽しみましょうオタファの秘密基地ボタファの秘密基地 動画はこれにみなさん、こんにちは、うたぱです。今日紹介するのはこれだ映画、グリッドマンユニバース、メカスマ、ザ・合体。超竜王合体超人、ローグ・カイゼル・グリッドマンだ <laughs> おー、全国のガング野郎集結せよというわけで早速行きましょう <laughs> 映画、グリッドマンユニバースに登場した、このローグ・カイゼル・グリッドマン。これの完成品となります。今回新たに発売されたのは、グリッドマン、ユニバース・ファイター、ビッグ・ゴールドバン。 それに付属する豪華スリーブにセットした状態となっているわけです。2体分のザ合体が入ってるんで厚みがかなりあります。パッケージの背面。ダイナゼロンと共に合体パターンが書いてあります。スリーブから取り出します。じゃーんパッケージこんな感じですね。めちゃくちゃかっこいい神々しいですグリッドマンユニバースファイターがビッグゴールドバーンと合体し、フィクサービームを放っているところですね。 僕は、改めて前回、メカスマの生配信番組に出演させていただいた際に、軽く触って、一度変形合体させたんだけど、めっちゃ面白かったです。そちらのね、生配信番組も合わせて一緒に見てください。刃物を使うときは気をつけてね。開けます。開けろじゃーんおーそうそう、これがすごい綺麗なんだよね。白押し。 ゴールドのパーツがたくさん入ってますね。ビッグゴールドバーン。そして今回の新たな姿ですね。グリッドマンのユニバースファイター。これね、発酵ギミックがあるんだよね。めちゃ綺麗なんです、これが。それでは早速、じっくり見ていこう。じゃん。中に入っているものをすべて取り出しました。パーツがたくさん入っています。ディスプレイスタンド。専用のやつになってて、グリッドマンユニバースのロゴ。それから、ローグネイル。 ローグカイゼルグリッドマンは爪が出てくるんだけど、その交換パーツがあります。あとは、グリッドマンユニバースファイターの公開音ハンドパーツ。左右で2種類ずつ。スタンドのアタッチメントパーツがあります。この柱の部分はこのように伸ばすこともできます。それから、合体で使用するアタッチメントパーツ。これがあると安定します。まあ、後で紹介します。さあ、というわけでまず、これ見ていこうじゃん グリッドマンが新たな姿に。材質のメインはプラスチックになっています。非常にシャープな作りとなっています。色分けは成型色に塗装。色数が多いんだよね。顔の造形も申し分ないし、っていうかもうグリッドマンの声が聞こえてきそうです。で、胸部には一部クリアーパーツも採用されています。ここはキラッと輝くし、質感があの違っていていいですよね。こういったブルーのところも非常に良いアクセントとなっています。 濃いめのブルーのところはね、主に成型色なんだよね。少しメタリックな光沢を帯びています。このシルバーの部分も綺麗ですね。足回り。ちなみに、かなりシャープです。もう刺さりそうなぐらい、ところどころピンピンなアレンジとなっていますね。うん、本当にこだわりがすごく詰まっています。で、可動なんだけど、非常によく動きます。クレームグレーもいじるとき、細かいシャープな部分とかはいじるとき気をつけましょう。 渋み結構ありますね。肩アーマーも独立して稼働。ここのラインに合ってるんだけど、こう動かすときはね、このように、後ろ側で接続されています。気持ちいいですね。クリック関節になっています。保持力もバッチリですね。横と曲げた、えー、上に上げたときですね。あとは横、えー。肘もね、曲がります。一軸なんだけども、豪快に。 90度曲がるという感じですね。あの、精度が高いですね。ピタッと止まってくれて気持ちいいです。足、このように動くし、引き出し式関節になっているので、さらに引き出すことによって、もっと大きく動くという感じで、よく考えられてますね。ツボを押さえたアレンジになってます。膝は二重関節。ここにブロックが間にありますね。こういう感じで動きます。 さっきも言ったんだけど、本当にシャープなんで気をつけてください。足回りは、こ軸が入っています。あくまでアクションフィギュアプラス合体メカの一部、まあメカというかね、まあそういう、いわゆるコアロボの一部になっているんで、そういったところも非常に計算されているかな。ボールジョイント、あとはね、足首、えー、つま先。ここも動きます。この商品を手にしたら、まず、このグリッドマンで遊ぶことをお勧めします。これだけでもめちゃくちゃ遊べます。 ポーズがピタッと決まるんで、設置性も大変良好。大きさは145ミリ。おおよそロボット魂よりちょっと大きいぐらいのサイズになってます。グリッドマン、ユニバースファイターはこんな感じ。さあ次、お待たせ、ビッグゴールドバーンですね。 これメッキ素材のものなんで、ちょっとあの、白い手袋をしてるけど、ま、自由に遊んで構わないと思います。さあ、ワンパーツごとにそこそこギミックがあったり、あの、注意点なんかもあったりするんで、ちょっとパーツ単位でちょっと見ていきましょう。まずはこれが、胸部パーツです。まず全身は、え、金メッキでコーティングされてて、めっちゃ綺麗です。白がされています。さあ、そしてこの、クリアパーツの部分なんだけど、これ、近くで寄るとめっちゃ綺麗に見えますね。ここが、 あの、制作がすごく大変だった部分というふうに、メカスマの総合プロデューサーの田中博さんもおっしゃっていました。これどうなってるかっていうと、まずクリアブルーのパーツに、プリズムメッキというのが施されています。表面。こう、オーロラ。七色に輝くオーロラみたいになっていると。で、さらに、この中に、ホログラムの,のシートが貼ってあって、この二重でね、この七色の輝きになってるんだよね。めちゃくちゃ綺麗です。 発酵ギミックがあるんだけど、このままでも超綺麗です。で、ギミックとしてはこれがスイッチになってます。ちょっとごめん。こうか。こうやってやいいスイッチになっています。で、いわゆるなりきり玩具のような、おなじみな感じで、絶縁テープを取ると、電飾ギミックを楽しめます。ちなみに僕はこれ、取っとく派です。で、ここね、ボタン電池が内蔵されてると。早速押してみましょう。おぉ綺麗 発光します。この発光が、ボワーボワーとなっているのがわかるでしょうか。次にボタンを押すと、発酵がさらに点滅が早くなりましたね。で、この点灯し続けた状態で、もう一回押すと、これちょっと違いがわかりづらいと思うんだけど、まあ、点灯し続けるというやつですね。で、最後にもう一回押すと、フェードアウトしながら消えると。 わあ、これ光った状態で近くで見てみようか。ちょっと目痛くなるかな大丈夫。綺麗。なんかこう、生きてるみたいだよね。この輝きは本当に苦労したそうですね。こういったところもね、実際に触って楽しい部分ですね。ちょっと消そう。 ああこんな感じになってます。<laughs> やべえ今日時間めっちゃかかるかもしれないな。これ、肩アーマーとなります。これの見どころは、ドリルがあって、あ、ちょっと待って、もうこれ、もうこれいらないえっとね、ここを回す、えー、中に造形がある。で、このゴールドのパーツを回すと、まず先端が逆の向きで回ると。回ってますね。それからさらに中の造形物も逆回転してこう、回すと。 こう手でくるくる回すっていうギミックがあっていいね。光ったりとか、手動でドリルを回したりとか、こういったところが楽しいです。さあ、そして、翼パーツですね。綺麗なメッキになっています。クリアに、クリアブルーにメッキになってるという感じですね。このようになっています。これ、はめ方が少しコツがあります。で、メットパーツ。そしてこれが本体のパーツになっています。でかいです。これもね、ギミックがすごくあります。 こういうクリアパーツの使い方が今回超綺麗だよね。発色が良い。え、口がね、稼働します。ここも精度がめちゃくちゃ高いです。開いて、ピタッと閉じると。こういう感じですね。で、えっ、ー、と、いろいろギミックがあるんだけど、先に紹介すると、えっ、ー、と、この軸ありますよね。説明書の指示で軸が縮むギミックがあるんだけど、ここがちょっとわかりやすづらいかもしれません。ちょっと押してみます。 見えたでしょうか長さがちょっと違うのがね、わかるかと思います。こっちも縮めてみましょう。ちょっと縮みましたね。ボールジョイントつまりこのゴールドの部分が沈み込むと解釈する場合があるかもしれないんだけど、正確にはこの黒い軸棒が伸び縮みするというふうに覚えておいてください。今はこれ伸ばした状態となってます。さあお待たせ。ビッグゴールドワンを組み立てよう。今回のオタファテクニカルレベル全部合わせてズバリ 7としました。まあ、僕的には6なんだけど、一応、えー、余裕で、余裕を見て7としました。そこそこ、ギミックが多いのと、えー、細かいですね。細かい部分もあるんで、ゆっくり、ちょっと覚えていきましょう。まずはこの肩パーツですね、ここ。ここを開いて、羽を取り付ける。取り付け方は、斜めにセットします。こういう感じですね。この角度から倒していく。そうすると、パチッとはまります。 外すときもね、後で固定があるんでお見せします。反対側も同様。ここを下げて、この状態で引っ掛けて、こう。このようにします。そしたら、本体。この裏側ですね。ここにジョイントがあります。爪掛けを使って、これを出して、メットパーツ。ここにはね、ジョイントの受けがあって、で、メットのこの中に穴が開いています。 こういう感じで乗せて、後ろに引き込むというわけです。これでくっつきました。胸部パーツにウィングを取り付ける。これが接続ジョイントになってます。セットして、下に引き込むような感じですね。これで下に引くと。コツとしては、グッてやるんじゃなくて、左右に軽く、見えるかなこうやって、軽く力を入れながら、 こうやってやるとカチッと引っかかります。一方方向にグンって下だけやると結構力が、思わぬ力が働いちゃうんで。ああ、こうやってやるとね、いいです。おお、でかい羽根がくっつきました。そしたら、再び本体。これね、足を下ろしてください。で、さっきも言ったようにね、軸が開いた状態となっています。こういう角度ですね。そしたら、接続ジョイントはここ。 それから、ここにあります。こっち側だと、これと、これですね。これを、このように、合体させれば、これで完成ビッグゴールドバンドわ <laughs> ー、すげえ、神々しいです。そしてね、これでかいんだよね。でかい。<laughs> この羽にも、すごく存在感があるし、 細かい部分の造形も素晴らしいよね。頭部。劇中でね、ゴールドバーンがパワーアップするんでね、ビッグゴールドバーンとなります。手で,で持って、さっきのこのドリルをね、こう回して遊んだりとか、発光ギミックですね。こういうのを光らせたりとか。最高ですね。いいデザインですね。ちなみに、このビッグゴールドバーンのデザインは、ガング野郎の神、トイデザイナーの野中剛さんですね。 いや野中剛さんといえばやっぱドラゴンとかね恐竜とかね、まあ、ご存知のない方いるかもしれないんだけどねあのスーパー戦隊シリーズの恐竜戦隊10レンジャーのねあの玩具のデザインも携わられてますやっぱ野中剛さんといえばねやっぱドラゴンすごく合いますね背面はこのようになっていますメットパーツをねこのように隠しているのがポイントです可動箇所が意外とあって尻尾ウィング 足回りはさっきお見せしたように、ここがボールジョイントになってるんで、ちょっと表情をつけたりとか、もちろん前後稼働もできるし、あとは爪の部分ですね。3本が1つ、1つの塊のパーツとなっています。こういうところとか、あとは前側も、この爪が2本独立して稼働します。そしてスタンドですね。こっち側のアタッチメントを使います。このようにセットして、接続すると。 じゃーんこんな感じですね。少し前傾姿勢というか、ちょっとこう上に向かっているような角度になっているのがポイントですね。やっぱスタンドにセットした方がゴージャス感はさらに増すかな。合体前でもかなりプレイバリューがあります。ちょっとここでパワーアップ元となったゴールドバーン。ちょっとね、これとも比較しようかなと思います。これもね、すごくよくできています。ほぼ全塗装になってて、これは青みの強いブルーゴールドといった感じですね。 クールな色合いになってて、今回のゴールドバー、ビッグゴールドバーンは温かみのある、レッド赤調のゴールドなんでね。赤、赤系のゴールド。だからね、ちょっと見え方が違います。でかい入りきらないこうやって見ればいいかなおお大きさが全然違うことがわかるかと思います。大迫力だよね。さあ、そしたらね、この2体で組み合わせて遊びましょう。まずは頭頂部の クリアブルーのパーツを起こし切った後、口が開いている場合は閉じてください。まっすぐにする。そうすると、ここの分割線のところで、ギリギリのクリアランスで曲がります。反転させたら元に戻したり、口を開いてください。そしたら、これが合体ジョイントあ。ごめん、ついでに光った。このジョイントを起こします。そしたら、ディスプレイスタンド。柱を伸ばし、アタッチメントパーツを このように取り付けておくとビッグゴールドバーンのジョイントスタンドを合わせるビッグゴールドバーンはこれで準備完了ですグリッドマンは、まあ、こんな感じでポーズを整えてあげてここですねこのジョイントにこのようにセットすればじゃーんこれで完成合体しましたハイパーフィクサービームこれをね発射している形態です さながらグリッドマンにね、翼が生えたかのように、こう合体します。さっきのスイッチを押すと。おおやばい <laughs> めちゃくちゃ神々しいこのようになります。お照明を落とすとこんな感じですね。明るいところで楽しむのもよし。暗くしてね、こうちょっとこう劇中のように楽しむもよし、といった感じですね。 グリッドマンとビッグゴールドバン。連動遊びはこんな感じ。じゃーん。さあ、そしたら全員集合。ダイナゼノンを構成する4体も含めた全部で6体います。全部がグリッドマンの新しい力になります。というわけでここからローグカイゼルグリッドマンの合体のやり方を紹介します。まずは、ダイナゼノン側は合体準備を済ませておいてください。メットパーツ。 まあ大体この辺はね、みんな持ってる人はね、遊び慣れてるんじゃないかなと思います。足もこういう風にしといて、ダイナソルジャーはダイナミックキャノンの携帯にしておきます。これどうやってやったっけなとちょっと忘れてる人もいるかもしれないんで、ちょっとおさらいですね。頭の角を下げて、これ下げて、ここを反転し爪を合わせる。ちょっとね、ダイジェストでやっちゃいますね。反対側も同様。そしたら左右を合わせる。 さあ、そしたら、このタイミングで、頭部を回し、えー、同じみのガボですね。で、えー、こっちの、えー、パーツを下ろし、えー、こっち側も開いて、引っ張ると。で、ここで合わせると。さあ、そしたら、腕ですね。えっ、ー、と、さっきまで正面がこうだったかな。この腕を180度回す。甲が内側に来るような感じですね。この根元から。 回してください。こうそしたら、このジョイントを使って、内側に寄せるというやつです。なんとなく覚えてるでしょうか。ちょっとね、形整えて、これがグリップになるんで、こういう感じですね。これがダイナミックキャノン。ちなみに、ダイナミックキャノンファイー。FIRE! まあこんな感じでグリッドマンに持たせることができます。 これのやり方は省略するんだけど、いわゆる前回のグリッドナイトの時と同じですね。持ち手と、あとは反対側は平手にして添えてあげるのをお忘れなくといった感じかな。こんな風にしてあげてください。さあ、そしたらビッグゴールドバーン。バラしつつ、さっきのようにね、しながら変形させていきます。前に出すと、スライドしてロックが外れます。さあ、そしたら、 この翼パーツですねこのようにバラしますこれはさっきの逆の手順ですね下げたので今度は上にする少し左右に振りながらああロックが外れましたスライドさせて外すとでウィングの外し方なんだけども、えー、逆の手順ですね可動軸こっちまで行くとまあてこの原理で力が加わります こういう感じですね。これでパキッとロックが外れます。ちょっとどかせば、こうやってね、取れます。反対側も同様です。いやー、今日はギミックが多いですね。こっちの角度からいきます。こうやって、このまま、この勢いで、パキッという感じですね。こうやって外してください。そしたら、ビッグゴールドバーンの本体だった部分ですね。メットのジョイントを収納して、分割できます。このように分割したら、足を、 下下に下ろす。す。で、縮めますさっき言ったやつですね黒い棒の根元が縮みますこうですねでさらにクリアパーツのこの背びれがねもう一個追加で出てきます一旦これで準備は完了ですさあそしたらこの首の部分とこれでダイナミックビッグブレードとなります 意外とね、工程が多いですね。まずこれの準備なんだけども、えー、足首を伸ばす。ここが地面に設置するからっていうことですね。ここ伸ばして、えー、今度はね、腕を元に戻してください。こう。そしたら、えー、っと、前に出すか。こうですね。そして、えー、手首をこっち側に向ける。このようになります。で、この時、 指を開いておいてください。ここにね、つかませます。反対側も同様。このように開いて、口がもし開いてたら閉じてください。準備完了。このようになります。えー、これですね。これは、ここの黒いパーツ。これを軽く後ろに引っ張るようにつまんで外してあげる。簡単にロックが外れます。伸ばす。 このようになります。そしたら、ここの小さい、このさっきのジョイント、これが爪かけになってるんで、これを使って、ジョイントを出す。ここまで出して、あともう一つ、ここ。これが、こう、下に倒れます。で、さらに言うと、口が閉じて、えー、開いてる場合は閉じて、上をしっかり向けて、これが、ブレードの一部になります。 このように準備してください。さあそしたら、これ後ろ側ですね。背中側から、これがね、ちょうどこの隙間の中に入ります。で、ここがジョイントになるわけですね。こういう感じ。よーく形を見ながら合わせてください。こういう感じですね。そしたら、押し込む。結構ね、ガチッといきます。そしたら、これが。 ウィーンという感じですね。この棒を掴むわけですね。これよく考えたな。さっき開いた手でここまで持ってきて、しっかり握らせると。この接続ジョイント方式。自分は人生初ですね。そしたらこのパーツをグッと上に向けて。最後はダイナゼロンのメットパーツ。これは、こここれと、あとここの切りかけ。 これがジョイントになっています。ゆっくり物見ながら、後ろ側を軽く合わせつつ、見えるかなこれ。ピタッとね、定位置があるんで、ここに合わせると。おーじゃんこれで完成ですダイナミックビッグブレードコアロボからキャノンに、そして最後はブレードになるわけですね。面白いです。さあ、次はダイナダイバー さっきアタッチメントパーツがありましたね。で、変形の肯定的にこのようになります。このアタッチメントパーツがあることによって、ここがあのグラグラしないっていうパーツになります。ここに溝があるんで、このように入れるというわけです。これでね、動かなくなります。ちなみに、これなくても問題なく合体できます。これあるとさらに安定するというパーツです。 さあ、そしたら、グリッドマンですね。腕を。肩から上に起こす。肩の位置は変わらずに。なので、ね、こうやってつまんでください。この肘関節を使ってぐるっと回します。で、上に起こす。反対側も同様。こういうことですね。このように準備し、足の引き出し、関節を使って引っ張って、 こういう風にね、準備してください。さあ、こっから合体していくぞ。まずはダイナダイバー。このジョイント。背面の凹凸を噛み合わせると。そしたら、ダイナウィング。これはカイゼルナイトの時と同じ方式で合体させるんで、ここを開く中央部分のジョイント。これ出しといてください。反対側も。 このように出しておくと。こうですね。そしたらさらにこのキャノンも上に持ち上げとく。で、先にギミックを紹介すると、この、この突起。これがグリッドマンの胸部。ここが引っ込みます。スイッチになってます。ここにはめるように合体させてください。こういう向きで、えー、持ってきて、脇のところですね。脇のところに隙間を作って、見えるかここですね、ここ。 これ,ですね、これを接続するとで後ろ側はこのこの接続ジョイントでしっかりロックするとちょっといろいろ動いちゃうんだけど形作ってあげれば一回固定しちゃえばねえガチでいけますそしたら足を折りたたむとこういう方式になってたわけですねそしたら次はダイナストライカー えこれが合体ジョイントになってますね。ちょっと見えなくなるけど。えーと、これか。これが穴ですね。ジョイントを接続し、閉じると。反対側も同様。さあ、ここから、肩ですね。この、この角を使います。これで下に下ろし、この肩アー,マーを取り付ける。これ、ジョイントはここ。これが、ここの穴に来るような感じになってます。 よく考えましたね。腕をしっかり押さえつつ合体させてください全部のパーツがねぴったりこう噛み合うところがすごく気持ちいいですそしたら背面ウィングを2箇所開いてウィングの接続ジョイントはこことここです ビッグゴールドバーンに取り付けたやり方と全く同じです。テコの原理で最初にこっち側に持ってきて、で、ちょっと見づらいけど、パチンとね、反対側に力をかけてあげるとハマり、こっち側はその突起がちょうど出てくるんで、ピタッとハマります。反対側も同様です。ゆっくり行ってください。 この動画を見ているあなたは目切って素手で触っても OK ですかそれともあのこまめに拭くタイプ僕みたいにあのこういう手袋をはめるタイプでしょうかね僕は今カメラが回ってるからあれだけど普段は全然普通に遊んじゃってるかなまあ物にもよるかなうんまあでも最終的に拭かなきゃいけないっていうのが <laughs> めんどくさいので今ねとりあえず白い手袋してますそしたらこれ本体の後ろ側です これ、後ろ足の部分に、これがね、アーマーになっていて、これが足首に取り付けるやつになっています。こうやって外しておく。で、要するにこれでね、三点立ちをさせるんで、取り付ける前に、この尻尾の角度一回上に持ち上げて、これ合体させてこう下ろす、調整するような感じにしとくといい。で、ここが合体ジョイントになっています。これを、ここに、 取り付けるようになっています。これね、ちょっと位置が変わってるんで分かりづらいと思うんだけど、あの、覚えてますかね引っ張ると伸びる、あの、スプリングギミックがあるところです。浮くと、ジョイントが解放されるので、こう、接続できると。そしたら、これで3点立ちさせると。こういう風になるわけですね。さあ、そしたら、今度は、この爪を下ろし、こう、開いてで、ここを回すってやつですね。 くるっと反転こっちが正面にきますこっち持ってきてから開いてもいいかな反対側も同様ちょっと見えないけどこういう感じですねでこれを取り付けるとここがジョイントになっています結構ね前ダイナーゼノンの折れ変形遊びとかやるときなんかこの爪出した状態かっこいいなとか思ってたんで今回こうなるってのはいいですねさあここまででだいぶ終わりが見えてきましたあとはメットパーツと胸部です で、これが合体ジョイントになります。これ起こしておいてください。あと、ここも合体ジョイントに使います。くぼんだところに、これが引っかかるような感じです。両方。見える。超細かい、見えるか。あ、引っかかったよね。見えたかな。ここですね。こうやって引っ掛けて、この胸部アーマー、後と、あの、後ろの黒いパーツでね、ロック。あで、 これどっかのタイミングで、この背面のキャノンは倒しといてください。さあ、あとはメットパーツなんだけど、その前に武器をね、持たせよう。ダイナゼノンの握り拳用ですね。グリップがここだけ細くなっているところがあるんで、この細いところをこう狙いながら持たせていくと。で、指を閉じると。ちょっと見えるかな。こうやって閉じると。そしたら、反対側の手首は、ローグネイル。爪があるやつですね。今回のやつ。 これに交換ししきましょうさあそして最後はメットパーツメットパーツのデザインはこのようになっていて後ろの、えー、こことあとは横こういったところに穴が開いていますこの穴にグリッドバンのこの突起の部分ですねこれらを避けながらこう被せていくとこれを上げてここの隙間に突起が出てくるようにこれですねこうはめると。 これで、これで完成超竜王合体超人、ローグカイゼルグリッドマンだ <laughs> おー、すごい <laughs> ここまでの合体プロセス、いかがだったでしょうかグリッドマンのもとにみんなが集結し、新しい手も、新しい腕も、まあ、翼も武器もという感じでね。 見事に合体しました。この合体プロセスが、最初は結構難しいんだけど、だんだん慣れてきます。初変形はね、結構時間がかかります。いやー、神々しいですね。全体のボリュームがかなりあります。前からも後ろからも、とにかく情報量がすごいですね。ちょっとバストアップを見つつ、頭部のアップ。このメットのデザインかっこいいですね。 このローグカイゼルグリッドマンって、いわゆるあの特撮のオリジナルの電光超人グリッドマン版でいうところのキンググリッドマンに当たるのかなと。まあそういうフォームだと思うんだけど、どこかそういう面影も感じるよね。このグリッドマンの顔自体がかっこいいので、うん、このメッドパーツと合いますね。上半身。おもうこれ誰がどう見ても強化合体したなと、もう一目でわかるデザインだよね。 ちょっとこの状態で光らせようか。おー。いいですね。<laughs> この商品の遊び方はズバリ、まあ、ある意味ここでゴールなんだよね。変形合体。この細やかなプロセスを楽しむっていうところが主眼に置かれた商品です。なので、まあ、腕とか細かい部分一応動くけど、まあ、こうドシッと、この佇まいで飾る。そういういじり方が適してるかなと思いました。 今、スタンドにセットしてるけど、全く問題なくちゃんと立ちます。で、武器のダイナミックビッグブレード。これは、この元々の手首パーツが、あの、強い保持力はそんなにないんだよね。こう、握り締める保持力がないので、こう、ふわっと掴んでるような感じかな。スタンドから外しました。ちゃんと3点立ちしているので、あの、安心感ありますね。ちょっと実際手で持ってみようか。こんな感じです。合体後は意外と、あの、全身が、あの、ちゃんとかっちりしています。 グリッドマン自体に関節が入っ、あの、クリックがあるんで、ある程度こんな感じで、ちょっとね、表情をつけることができます。そうだね、デラックストイの可動域として考えたら、まあ僕はこれでも十分なんだけど、まあやっぱりね、アクションに特化したものが欲しいっていう人も、まあいるっていうのは当然かなと思いますね。それはね、今後発売予定のモデロイドとかの方がいいかもしれないね。まあ今確かに、ね、劇中のアクションはすごいかっこいいんだよね。足回りとか。 腕、頭部。この辺を動かすとだいぶ表情が、それでもね、つきます。あ,あ、こうしてみると、自分でもさっき言ったけどさ、やっぱりどこかキンググリッドマンの面影あるよね。ちょっともう一回光らしてみよう。これで暗いとこだとあ,あ、いいね。こう合体させて、ちょっとポーズつけて、この発光ギミックを楽しむと。うん、もう僕はこれで結構十分だなこの繰り返しの往復の変形も楽しいし、 グリッドマンユニバース見ながらこれをね、カチャカチャと変形させるのすごい楽しいと思います。本体の可動やギミックはこんな感じ。最後は大きさ比較しましょう。ご覧ください。だいぶでかいことがわかるかと思います。そうだね。頭の高さでこの肩周りの装飾含めると約30センチぐらいあるんじゃないかなと思います。一通りの遊び方はこんな感じ。 というわけで今回のメカスマザ合体超竜王合体超人ローグ・カイゼル・グリッドマンの変形合体徹底レビューいかがだったでしょうか一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。まず僕はグリッドマンユニバースの映画めちゃくちゃ見て本当に大好きだったんであの劇中のさながらのねあの変形合体プロセスでこのローグ・カイゼル・グリッドマンが完成することにまず感動しましたね。あと発酵ギミックこれもすごく苦労したらしくて うん、もうそのおかげもあって、やっぱりすごくいいですね。これをなんか、発酵させてるだけでもすごくニヤニヤしちゃいますね。え、購入して、僕の動画参考にしてやろうと思う方に一つアドバイスなんだけど、まあ、とにかくゆっくりプロセスを行ってください。発変形はね、結構時間がかかると思うけど、あ、 こうなるのね、みたいな感動がたくさんあるので、あの、楽しんでできるかなと思います。合体後は、この武器の保持力こそあまりないものの、それ以外は意外とちゃんとまとまってます。しっかり3点立ちできて、ちゃんと立ちます。デザインも素晴らしいし、まあ合体前のビッグゴールドバーンの状態でもかなりあの、分度度できるかなと思います。残念ながらもうビッグゴールドバーン、まあこの、今回のセットは受注販売がもう終わっちゃったんだけども、 第7ゼロの方は今メカスマのあグッドスマイルカンパニーのオンラインショップページに行けば購入できます。正直僕があのハイエイジトイでなんか一番理想的なのがこのザ合体のまさにこういうこういう商品なんだよね。割とガング的な要素もありつつまあ大人がこう細かくね。 こう少しずつ変形させるみたいな要素もあるし、まあ、合体後はある程度ポーズつけられるみたいな個人的にはそれで十分なんだよなでもうこういうのがやっぱ欲しかったんでこういうのをメインで集めてるんでもうそんな僕にはね本当に大満足ですいや僕は言ってもまだそんなに往復変形させてないんでこれからたくさんいっぱい変形合体させればもっと楽しいところいいところが見つかるんじゃないかなと思います さあ、このグリッドマンの関連するアイテムっていうのは、まだまだ今後もね、発売予定があるんで、僕は非常に楽しみです。気になった方、ま、あこれ受注期間終わっちゃったけど、いつか縁があれば、ぜひ、ゲットしてみてください。今回の動画、面白かった、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはね、どんなことでも結構です。おー、たま、俺もグリッドマンユニバース超好きなんだよ、とかね。あー、この変形合体プロセス。 あの、工程が多くて最高だねとか、発酵ギミックが綺麗だったねとか、あ、こないだの再販でダイナーゼロン買ったよとかね、僕は今度モデロイドでこれを揃えるんだとか、フルパワーグリッド版が新しくなって帰ってくるねとかね、などなど、どんなことでも結構ですみんなからのコメントを待ってますそれでは次の動画でお会いいたしましょうおたまでしたまたねー のミッションを繰り出せよ変形が与え憧れてた夢のトランスフォローわ若っの君つき